TV。 2021年4月、メンバーの一人に呼ばれ会いに行きました。お久しぶりです。こんにちは。今日はそうですね、ちょっと自分、柔道を始めることになりました。なんですかね、オリンピックであったりとか世界柔道をこう見させていただいてて、やっぱ日本のこう武術の美しさであったり強さであったり、やっぱこう一本を取りに行くっていう気持ちにすごい惹かれて、いつか自分もこうやってみたいなっていう気持ちはあったんですけど、なかなかこう機会がなくてですね、自分自身の一歩を踏み出せるなんか勇気になればなということで、この企画をさせていただくことになりました。約1年ぐらいかけてですね、もしかしたらもっとかかるかもしれないんですけども、全力でちょっと黒帯を取りに行けたらなというふうに思っております。柔道未経験の海星が黒帯取得するまでに密着。竹地海星黒帯への道。海星が門を叩いたのは横山道場。いやいいですね、似合いますよね。あ、いいですね。うん、似合いますね。この辺の膨らみがいいですよ。あ、そうなんですね。それでは始めさせてもらってもよろしいですか。お願いします。よろしくお願いいたします。はい、あのタイミングが初日は柔道の基本、受け身から。はい、はい、1、2、3。はい、100点です。あ、すごい。あの柔らかさがとても本当に、本当にうまいと思います。さまざまな形の受け身を30分、すぐに吸収していきます。うわ、素晴らしい。でこれがもう体に染みてこないと、はい、投げられるとバーンって受け身取れない、はい、指導初日、海星について横山先生はどんな印象を受けたのでしょうか。思っていたよりもすごい運動能力で、あの感動しました。はい、受け身はやっぱり完璧に習得するのには2ヶ月は必要かなというふうに思います。あそこまでできるとは正直思ってなかったです。はい、じゃあ次は投げてみましょう。初日真っ白の初日。1、2、3でいきます。1でどこまで行ったらいいですか。左足です。はい、2で右足出してください。はい、3で右足で重きり借ります。はい、と同時に右手離してください。右手を離す。はい、はい、いきます。1、2、3。よし、 OK。 大丈夫ですか。大丈夫です。いや、もう身長もありますし、必殺技になるんじゃないですか。お、来たもう街中で練習、間違いながらやったから。やっぱ見ていると楽しいんですけど、やっててもやっぱ楽しいなと思いましたね。なんかすごいこう自分の中でも、その武術の中でもやっぱ柔道って僕の中で別格で、やっぱ礼儀であったりとか、その相手を思いやる気持ちっていうのが一番強い僕競技だと思うので、そこのやっぱ日本の心であったりとか、その武道に対する思いっていうのを、なんかこう自分がアーティストである以上、そこも発信していけたらなってちょっと強く思いましたね。僕褒められて伸びるタイプなんで、すごい褒めていただいたので結構いい感じにできたかなと思います。はい、海星が目指す黒帯は毎年春と秋に行われる大会で優秀な成績を収め、横山先生から推薦されることが取得の条件となります。最短での黒帯取得を目指し練習に励む海星。できるところまで、あのちょっと様子見ながら、あの世代もあの物覚えっていうか、なんていうか習得が早いんで、うん、イメージはあんまりいっちゃってるんですけどね。ご飯食べながら動画見たり。試
仕事の合間に多い時には週4日ペースで道場へ通う日々が続きます。練習開始からわずか1ヶ月でランドリという試合形式へ。ありがとうございました。ちょっと力使うんですよこれ。1分半なんかソロダンスしてる気分です。きついっすよ。めっちゃきついっす。いつもそんな感じでやってます。次来るの2日後です。ちなみに。明後日また来ます。お待ちしてます。すいません、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。しかしこの時、最短での黒帯取得に想定外の事態が。年に2回あるんですけど、今年は春がコロナ禍で中止ということで、で秋の大会に出ていただいて、春の大会は中止に。黒帯への挑戦はおよそ半年後に行われる秋の大会へ持ち越すことになりました。その現実を悲観することなく稽古に打ち込む海星。ダイナミック、はい、そうなんですよ。練習量では勝てないんで、こうやっぱりそうですね、一個一個の質を今上げてもらう練習をしていただいてます。この短期間で覚え込むっていう人根性をすごく感じるんで、覚えるのが早いのでこっちもなんかこうハードルがどん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 高くなっちゃいますよね。求めるものが。そんな成長著しい海星に横山先生からある提案が。柔道着かなんかこうあるといいかもしれないですね。俺はどこどこのかっこいいですね、ねえこうっていうこうなんて所属を明らかにして。そうですよね。僕もここにあれ横山道場って入れたいです。いやもう入れてくれなの。俺は、ね、ランページの竹内だみたいな。じゃあ今度作りましょうか。マジっすか。やったすごいすごい。初めてだわこんな。超嬉しいです。ありがとうございます。そして後日。かっこいいわ。いやもうやばいです。今もう信長しか見てない。信長が一番いいってすごい押されてるんで今。まあ、一応テンポ取っていただくと。かっこいいわ。専門業者の方を招いて柔道着をフルオーダー。名前などの刺繍を自由に入れられるのですが。ゼッケンかなんか作れるんでしたっけ。あ、入れましょう。そうです、ね、それに道場の名前を入れたい。可能ならこっちにランページのロゴ入れたら嬉しいですね、はい。